ただまあ汚れた壁にしか見えない。はい、こんにちは、クオホームです。今回ですね、ご質問がありましたので、それについてお答えしていきたいと思います。こんばんは、クオホームさんのホームページ、動画などで家作りのことを学ばせてもらっています。クオホームさんのホームページのトップ画面の、白と木の外壁のお宅が素敵だなと思うので、木材をアクセントに取り入れた外壁を考えております。そこで質問なのですが、木の外壁は幼魚系サイディングやアクアリウムと比較すると、耐久性やメンテナンス頻度、メンテナンスコストなどはやはり劣るものなのでしょうか、という形でご質問いただいております。こちらに対する回答なんですけども、木ですからね。でも色あせや色変わりが、木の場合は風合いということで許せます。サイディングが色あせたら、ただの汚い薄汚れた壁にしかならないんですよね、という形で回答しております。こちらの方ですね、木と、幼魚系サイディングと使うとですね、幼魚系サイディングでもグレードがいっぱいありますんでね、あとは色ですね。やっぱり色目によってですね、結構汚れが目立ったりとか、商品のグレードによってですね、すぐに、汚れがついたりとかということもありますので、一概には言えないんですけども、やっぱり木の方がどっちかというと、メンテナンスコストはかかるのかなというふうには若干思います。ただメンテナンスするって言ってもですね、木って実際はですね、やっぱり色が変わったりとかですね、するところっていうのを、色変わりをするところ、風合いっていうことでですね、許せるっていうところも絶対にありますので、なのでそういった意味でいくと、メンテナンスを本当にしようと思えば塗るってこともあるんでしょうけど、別に塗らなくてもですね、それを風合いっていうふうに、許せるのであればですね、そのまま放っておかれても全然問題ないじゃないかなというふうに思います。ただサイディングの場合はですね、やっぱり汚れていくとですね、やっぱり汚くなってきて、ただ汚れた壁にしか見えないということになりますのでね、それをどう取るかだと思います。なのでサイディングでもですね、最近は少なくなってきてるんじゃないかなと思うんですけども、低グレードのではなくて少し高級グレードのやつを使うというのも一つの手でしょうし、あとやっぱ僕らがよく言ってるコーキングですね、なかなかコーキングがですね、やっぱり白いサイディングをよく使うと、間のコーキングっていうのがですね、やっぱり白の外壁に挟まれたところに黒の真っ黒のラインが出てきますので、やっぱりそれがですね、本当に汚く見えていきます。なので、その辺を考えるとですね、コーキングレスのサイディングを使ったりとかですね、する方がいいんじゃないかなと思います。そうでなければメンテナンスコストっていうのは結構サイディングの方がかかるのかもなっていうのはふうには思いますね、というところなので、その辺も踏まえて使ってみてくださいということですね。ご自身が好きなのであれば、絶対木の、入った、外観っていうのもですね、見た目的には僕は個人的には好きなのでね、おすすめはしておりますというところです。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。この動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が参考になりましたら、ぜひこの下のグッドボタンを押していただけたら幸いです。あとチャンネル登録されていない方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。